Hey guys, what's up? It's Exuberst here, and today I'll be reacting to episode 7 of Oregairu. So, let's get on with it. Hey guys, before we continue with the reaction, don't forget to hit like and subscribe, and click on the notification bell so that you won't miss any new uploads. And with that, let's go back to the reaction. Oh my gosh. And he just turned off the phone. What? Oh my gosh. Oh wow. Alright. So they're going on a camping trip. Oh no. What? Why is he here? Why is this group here? Eh. What? ただの青大将だよ。お兄さんすごい。よく触れるね。平気だよ。噛まないし、毒もないから。噛まなくても触りたくないし。ねえ。うん。
スタンド使いとスタンド使いが惹かれ合うようにボッチはボッチを発見する能力に長けているらしい。お兄ちゃん大変大変。どうした？あのイケメン相手にしたらお兄ちゃんに勝ち目ゼロだよ。危険信号だよ。うるせえ、ほっとけ。確かに大変かもしれない。なあ引谷くん、受けオラすごいしヘタレ受けって感じだから、葉山くんに迫られたら即落ちそう。そうか。オッケー。チェックポイント見つかった？いえ。そっか、じゃあみんなで探そう。名前は？鶴見ルミ。俺は葉山隼人、よろしくね。あっちの方とか隠れてそうじゃない？見た？今のあいつ超ナチュラルに誘ったぞ。さりげなく名前聞き出してるし。あなたには一生かかってもできない芸当ね。けれどあまりいいやり方とは言えないわね。やっぱりね。小学生でもああいうのあるもんだな。小学生も高校生も変わらないわよ。等しく同じ人間なのだから。カレー好き？同感だ。ボッチに声をかけるときはあくまで秘密裏に密かにやるべきだ。晒し者にならないように最大限の配慮をする必要がある。別にカレーに興味ないし。いい答えだ。好意的に答えれば周りから調子乗ってると思われ、すげなく答えれば何様調子乗ってるとなる。この場は戦略的撤退しかない。私フルーツがいいと思う。桃とか。あいつバカか。ほんとバカバカ。まあ世の中は大概そうだ。早く気がついてよかったな。あなたもその大概でしょ。あまり俺をなめるな。大概とかその他大勢の中ですら一人になれる逸材だぞ俺は。そんなことをそこまで誇らしげに言えるのはあなたくらいでしょうね。呆れるのを通り越して軽蔑するわ。通り越したら尊敬しねえか普通。名前。ああ、名前がなんだよ。名前を聞いてんの。普通さっきので伝わるでしょ。人に名前を尋ねるときはまず自分から名乗るものよ。鶴見るみ。私は雪の下雪の。そこのは引きが引きガエル君だったかしら。おい、なんで俺の小4の頃のあだ名知ってんだよ。引きガエル8番だ。で、これが結ヶ浜結衣な。鶴見るみちゃんだよね。よろしくね。なんかそっちの2人は違う感じする。あの辺の人たちと。私も違うの、あの辺と。違うって何が？みんなガキなんだもん。だから別に一人でもいいかなって。でも小学生の時の友達とか思い出って大事だと思うな。思い出とかいらない。中学入ればよそから来た人と友達になればいいし。残念だけどそうはならないわ。あなたを仲間外れにしている子も同じ中学へ進学するのでしょ。なら同じことが起きるだけよ。今度はそのよそから来た人とやらも一緒になって。やっぱりそうなんだ。ほんとバカみたいなことしてた。何があったの？誰かをハブるのは何回かあって、けどそのうち終わるし、そしたらまた話したりする。いつも誰かが言い出してなんとなくみんなそういう雰囲気になるの。そんなことしてたらいつの間にか今度は私がそうなってた。別に何かしたわけじゃないのに。中学でもこんな風になっちゃうのかな。大丈夫かな。うん、何か心配事かね。ちょっと孤立しちゃってる子がいたので。かわいそうだよね。違う、問題の本質を理解していない。孤立すること、一人でいること自体は別にいいんだ。問題なのは悪意によって孤立させられていることだ。それで君たちはどうしたい？俺は可能な範囲で何とかしてあげたいです。可能な範囲でね。あなたでは無理よ。そうだったでしょ。雪の下、君は？これは奉仕部の合宿も兼ねているとおっしゃっていましたが、
彼女の案件についても活動内容に含まれますか？林間学校のサポートボランティアを部活動の一環としたわけだ。原理原則から言えばその範疇に入れてもよかろう。そうですか。では彼女が助けを求めるならあらゆる手段をもって解決に努めます。で、助けを求められているのかね？それは分かりません。ユキの、あの子さ、言いたくても言えないんじゃないかな。ルミちゃん言ってたじゃん、自分も同じことしてたって。だから自分だけ助けてもらうのは許せないんじゃないかな。みんな多分そう。話しかけたくっても仲良くしたくてもそうできない環境ってあるんだよ。反対の者はいるかね？よろしい。ではどうしたらいいか君たちで考えたまえ。私は寝る。やっぱりみんなで仲良くできる方法を考えないと解決にならないか。みんなね。そんなことは不可能よ。ひとかけらの可能性もないわ。ちょっと雪の下さん、あんた何？何が？せっかくみんなで仲良くやろうってんのになんでそういうこと言うわけ？別にあしあんたのこと全然好きじゃないけど旅行だから我慢してんじゃん。まあユニコ。あら、意外に好印象だったのね。私はあなたのこと嫌いだけれど。ユキナも抑えて抑えて。でもルミちゃん性格きつそうですから溶け込むのは難しいかもですね。確かにちょっと冷めてるっていうか冷たい感じはあるな。冷たいっつうか超上から目線なだけなんじゃないの？周り見下したような態度取ってからハブられるんでしょ、誰かさんみたいに。それはあなたたちの被害妄想よ。劣っているという自覚があるから見下されていると感じるだけではなくて。あんさ、そういうこと言ってっから。ユミコ、やめろ。Okay, well, I can see some similarities with Yumiko's group and how Yui gets isolated out of it or pushed out of it. そういった外向きの場に出るのは姉の役割だから、私は代役でしかないの。それでも今日は来られてよかったわ。無理だと思っていたから。ほう、なんで？そろそろ戻るわ。そうか、じゃあな。ええ、おやすみなさい。Okay, so this episode was very interesting. It's trying to tackle a very important issue. One of the little elementary schoolers, one of the little girls, is being left out and being pushed into isolation, which I don't even get why that happens. I mean, I agree with Hachiman in that it's not really an issue to be a loner, to want to be alone. But of course, there comes a point when you have to deal with other people as well, because you know, you can't live alone the rest of your life. It's just not possible. But it's something that you have to work through. And I don't even know why the other girls in that group are isolating her or I would say bullying her. But then again, she did say that they actually did that before, and she also took part in it. And it just so happens that it was her turn to be isolated. And I don't get why that happens. To me, I think the best option is just to leave that group. Fine. Like what, who was it? Hina? Like her suggestion is find your group. You know, find the group where you belong to. And people who will accept you. Although her example is a bit extreme, but still. I don't think you should keep on putting up with other people who don't even want to be with you or who don't want to hang out with you or spend time with you. It's either Rumi just puts up a facade and
pretend to try to fit in with them, or just completely leave and look for other people who might share her interests or who might accept her for who she is. So yeah, that's my take on it. You don't have to always be part of a group. It's not that bad. But if other people are ganging up on you to keep you isolated, that's the point when you have to stand up for yourself. And it's either you leave and stay away from them completely. And I think that's one of the reasons why people move to different cities or different towns when this happens. It's just better to have a fresh start. New neighborhood, new school. So yeah, that's probably the last resort. So it's either you try to fake it till you make it, you launch a counterattack and, you know, oppose them, but then you'll be labeled as a delinquent or something of the sort, or you just stay away, just completely avoid the conflict, which in this case I think is also an okay solution. She can just Rumi can just find a different friend group somewhere else. I mean, I don't think those girls are the only people in the whole school, right? So she can probably, but then again, we don't know. Maybe Rumi needs to work on her personality as well, as much as Hachiman does. But then again, Hachiman is just way too scarred and traumatized for that to happen all of a sudden. It's going to be a long, arduous process. But at the very least, for Rumi, it started early. She's still young. A lot of things can still happen. So yeah, that's my take on that. And thank you guys for watching this video. See you in the next one. Thank you guys for watching until the end of this video. Click here to subscribe and check out these two videos for more fun content. See you in the next one.